マレー電撃作戦の勝利は世界戦史上他に類例を見ない日本軍の突進力と工作活動の勝利であった。日本軍の進撃速度は1日平均時速約20キロ、95回の戦闘を戦いながら1100キロもの距離を55日で進撃。東京から西南へ1000キロには種子島、北にあるのは網走だといえば、その距離の途方もなさがお分かりかと思う。さらに驚くべきは、わずか3万5000人の日本陸軍が約8万8000人の英連邦軍を打ち負かしたことである。このマレー半島攻略戦の指揮を取ったのが陸軍大将山下智之である。イギリス軍の司令官パーシバル中将にイエス可能か渡航服を迫った逸話は当時の新聞報道に大きく取り上げられた。このイエス可能かは1942年の流行語にもなった。こうして山下智之陸軍大将の知名度は広がり、マレーの虎という異名まで授かり、当時の日本人なら誰でも名を知る有名な陸軍大将になったのである。ひょろりとした目、日焼けしたたくましい顔、山下は当時としては巨漢の部類に入る。身長175センチ、100キロを超える体重に鎮座したいかつい風貌、大声で指揮を取る猛将にふさわしい異名であろう。山下智之は1885年高知県大豊町に開業医の次男として生まれた。兄の友義は海軍の軍医となり海軍軍医少将まで昇進。弟の友之は陸軍を目指し、陸軍幼年学校から陸軍士官学校、陸軍大学校を6番の成績で卒業し、恩師の軍刀を排除している。その後はドイツ、オーストリアに駐在。帰国後はキャリアで一つの目安になる連隊長も経験。順調なエリートコースと言えるだろう。末は大将どころか大臣も視野に入った。その山下の行く手を遮ったのが226事件だった。当時の陸軍は行動派と統制派の2つの派閥に分かれており、226事件は行動派の起こしたクーデター事件だった。そのため行動派に属する陸軍将校の更迭左遷など縮軍が断行された。山下は政治的な姿勢を明確にしていなかったが、事件を起こした行動派の陸軍将校とみなされていた。山下が行動派と目される理由はいくつかある。まずは妻の父長山元彦陸軍少将の存在にある。佐賀県出身の義父は同郷に正木仁三郎陸軍大将、荒木貞夫大将など行動派の大物がいた。そのため山下も行動派と目をつけられたのだ。さらに反乱将校が決起首相事件前に山下に見せていたということもある。その時山下は無言のまま、いいとも悪いとも言わなかった。反乱将校からすれば行動を承認したという解釈であったのであろう。そして1935年8月、統制派の永田鉄山を行動派の相沢三郎が視察した。相沢事件の際、山下が事件直後の相沢に包帯を巻いてやったという話がある。その一件が青年将校たちを誤解させた。山下の軍歴は決して行動派と目されるようなものは少ない。しかしながら山下は行動派だったわけではないが、心情的には行動派寄りであったことは確かであろう。これには伏線がある。それは山下が軍事調査部長という職に就いた時である。軍事調査部長の仕事の一つが青年将校運動を監視して補導をするというものであった。わかりやすく言うと、不良青年を更生させる補導員のような仕事である。そのため山下は決起した青年将校の処分を天皇の勅命をもって死し、つまり自決させようと考え、川島侍従武官にその旨を伝えた。受け合った川島侍従武官は勅使を賜り、死での光栄を与えてもらえないかと涙ながらに申し出た。しかし奏上を受けた天皇は、たとえいかなる理由があろうと反軍は反軍である、核のごとき者に直視などもっての他のことである、そのようなことで軍の威信が保てるか、山下は軽率であるとかつてない怒りを示した。226事件後、行動派を一掃するために縮軍人事が徹底して行われ、不祥事件の責任という名目で7人の大将が現役から退かされた。さらに総勢3000名を中枢から更迭。山下も予備役には編入されなかったが、この時点で山下の運命は大きく変わったといえる。それからは実に気の毒外回りの日々が続いた。ほとんど日本に帰れず、朝鮮などの内地に行かされ、4年ぶりに日本に帰ってきたと思えばすぐにドイツへ視察を命じられた。今度は関東軍に行って、太平米海戦時にはマレー半島上陸作戦の指揮を取るように命じられる。この時の大本営が命じた作戦は、2月11日までにシンガポールを攻略せよというほぼ不可能なものであった。結果としてマレー半島を猛烈な勢いで南下した第25軍は、半島南端のジョホールバルに到達すると、シンガポールを主戦とする英軍と激烈な戦闘を繰り広げ、なんと2ヶ月という信じられない速度で攻略し、難攻不落のシンガポールを陥落させた。その後山下が英軍の指揮官パーシバルに対してイエス可能かと恫喝したというエピソードは有名であろう。しかし実際には温和だった山下が敗軍の将に対して高圧的に当たることはなかったようである。通訳が台湾の医学生で、日本語が達者ではなく何を言っているかわからないので、パーシバルが降伏するのかをイエスかノーかはっきり言ってほしいと尋ねたのが誤解されて伝わったという。その後はマレー作戦の功労者となったにもかかわらず、作戦が終わるとすぐに満州に行くように命じられる。本来であれば東京に帰ってきて親任式で天皇に戦況報告をして、お言葉をいただいてから次の赴任地へ行くのが慣例であるが、
東条がこれをさせなかった。それまで軍司令官が大元帥に会えなかったという事態は考えてみれば異常なことである。そんな山下がシンガポール攻略の後、重要な任務を任されたのが戦争末期のフィリピン防衛戦だ。この時新任指揮をさせなかった東条はすでに首相の座から下ろされ、予備役であったため山下の宮中への参内が許され、昭和天皇への謁見が実現した。山下は謁見を侍従武官に、我が生涯において最も幸せな時間でありましたとの感想を残し、フィリピンに向かった。226から10年近く経って初めて会えたわけである。謁見は9時30分から45分までであったが、それでも山下は冠に無線であったろう。フィリピン防衛戦はマッカーサーの指揮する米軍との戦いになった。米軍がフィリピンに迫った1944年10月は制空権、制海権とも米軍に握られ、その勢力は圧倒的に米軍が有利だった。その兵力差、物量の差は埋められるものではなかった。作戦がいくら高地でも大本営の戦略の失敗を補うことは誰にもできない。そのずさんな戦略の結果、兵力を大幅に削られたルソン島では自活自戦と呼ばれる補給なしの持久戦に入って、実に悲惨な状況となる。連合軍の圧倒的な物量を前に日本軍は後退を続け、ついにマニラへと追い詰められてしまった。この時山下は民間人の巻き添えを避けるために配慮し、連合軍のルソン島上陸が目前に迫るとマニラの非武装都市宣言を行って陸軍の部隊をバギオに移動させていた。しかし大本営と海軍はこの措置に反対、海軍を中心とした約1万5000人の日本兵が残留することになった。ここで起こったのが悲惨な事件の一つとして語り継がれるマニラ大虐殺である。今日においてもフィリピン人の心にしこりを残す事件の一つである。だが全てが日本軍の責任なのだろうか。確かに日本軍による虐殺はあった。マニラ裁判では海軍陸戦隊がマニラ市内の部隊に加達したこのような命令書が提出された。フィリピン人を殺すには極力一箇所にまとめ、爆薬と労力を省くもとく留意せよ。死体処理するときは焼却予定家屋に集め、あるいは川に突き落とすべし。まさに軍として末期的な状態であることを示す狂気の命令だが、ゲリラに怯えきっていた日本兵たちは実行に移してしまう。組織的な住民殺害の指示があったことは疑いようのない事実である。事件の事例は多数に上り、ラサール大学事件、ベイビューホテル事件など、ここではご紹介することが難しい、耳を塞ぎたくなるようなおぞましい残虐非道が日本軍によって行われた。そのマニラ大虐殺のあらましは、連合軍に包囲されたことで日本軍が自暴自棄になり、マニラ市民10万人を殺害したというものであるが、その数には米軍の砲火による死亡も多くカウントされている。これは1945年5月に撮影された戦闘収束後のマニラの様子である。連合軍は市内の日本軍を殲滅するためマニラ全体を無差別に砲撃、具体的な数字は明らかになっていないが、これによって多数のフィリピン人が巻き添えになり、マニラの大部分は廃墟と化したのである。これは連合軍が責任を追及されてもおかしくない状況である。フィリピン防衛戦は死者累々、戦死者数は約50万とも言われるが、山下は死なず米軍に投降すると降伏文書に調印。その後マニラ軍事法廷では100件を超える残虐行為の罪を問われた。この日本軍によるジェノサイド、米軍の砲撃による被害については、客観的に見ても山下に非があるとは言えない。この責任についてはマッカーサーと山下の指揮を無視して独断でマニラ死守を図った。海軍部隊とその司令官位はブチ三次海軍少将にあると言って、さらにはなんと山下が現地に着任する前の犯罪まで山下大将は罪に問われたのだ。しかし山下はマニラ裁判において、私は知らなかったが、どういった状況にせよ司令官は私だから責任はあるでしょう。わしが責任を負わんで誰が責任を負うのか、そんな卑怯なことはできないと語り死刑判決を受け入れた。マッカーサーは判決に対して、彼の生涯は軍職に身を置く者の汚職であるとの苛烈な言葉を追加し、山下から一切の軍装を剥がした上での公死刑を命じた。マッカーサーはフィリピン人の日本人に対する復讐心を満足させるため、米軍の行ったマニラ破壊の責任を日本軍に転嫁しようとしたのだろう。マニラを廃墟にしたマッカーサーは旧国の英雄となり、マニラに戦火が及ばぬ用心力した山下は虐殺の指導者という汚名を着せられた。山下は最後の言葉として、死に際し、神の前に立っても自分の行いを恥じないだろうと残しこの世を去った。享年60であった。